はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、心変わりというね、史上最強カード、宇宙最強カード、これがですね、純制限に今なってるんですけども、これ10月の10日よりなんと3枚使えるようになるということで、またね、あの NTR デッキ、相手のモンスターを一生パクる続けるというね、デッキを作ってきたんで、対戦していこうかなと思います。遊戯王にはですね、相手のモンスターのコントロールをパクるっていうカードがいくつかあって、まあ、それをいっぱい入れたら強いんじゃねっていう、そういうデッキですね。例えば精神操作、心変わり、それから、トゥーのしおりから持ってくれるコミックハンド、はい、コミックハンドはちなみにトゥーンワールドがないといけないんですけど、トゥーンワールドがあると相手のモンスターパクれます。で、参戦の際、それから、強奪、まあ、強奪も3枚使いますからね。で、超融合、そして、まあ、相手の墓地をパクるっていう意味で、マジカード、シャドセイとシャドセイ、まあ、この辺ですね。まあ、一応バックはちょっと鬱陶しいので、あの羽暴起とか大嵐とかで除去しないといけないかなと思うんですけども、まあ、この辺のカードがいっぱい入ってますよという感じですね。で、まあ、通常魔法が結構多かったりするんで、参戦の効果が結構強いかなというのと、アームズホール、これ装備カードを持ってこれるんですけど、コミックハンドも強奪も装備カードなんで、相手のモンスターパクれるかなっていうところで入れてます。で、あとは、相手のモンスターをリリースして、出して、相手の墓地からモンスターパクれる、グリカラ天童さんとか、まあ、あとは、相手のモンスターをリリースした後に、ニビル、のぶち込んで、で、ニビルトークンを、強奪してパクって2つで殴ったら勝てるなっていう、思ったので、ニビルだけは3積みしてますというところですがね。はい。まあ、増殖する人と、基本的にあんま通んないんで、今の環境はやっぱ、うららも、はかあらも、マスターズもいっぱいあってね。なんで、まあ、ニビルの方が通りがいいし、あと全部の盤面持って帰るんで、ニビルの方が強いかなと思って、増殖じゃなくてニビルにしてるっていう感じですね。まあ、ちょっとやっぱどうしてもね、相手の盤面によるんですよ、これ、このデッキって。相手の盤面が強くはできないし、でそもそもやっぱ今の環境結構墓地とか手札にも棒が寄ってるから、正直ネタデッキではあります。ぶっちゃけ強そうには見えるんだけど、全然勝てないなんとかね、ジャイアンムーブをぶちかました、あの試合いくつか持ってきたんで、見てください。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。このジャイアンデッキ、一番さ、ゴミな点言っていい？相手のさ、クソ長えさ、先行展開をさ、一応全部、聖母のような心で見守っていかないといけないんだよね。マジでキモいわ。マジで相手の先行展開すべてをさ、閲覧しないといけないの、マジでめんどくさいんだけど、まあ、後手ばっかりデッキだからしょうがないんだけどさ、対戦時間長くなるのうざいわ。クシャトリラ魔法トラップ無効ないからいけんじゃね？魔法タップ無効がやっぱあると結構きついのと、対象体制があるときついんで、粛清とかは絶対無理です。粛清とか絶対勝てません。対象体制があまりにも無理すぎて、多分勝てないんですけど、まあだからね、大嵐とかそういうカード入れてんだけど、それを止められるしな。シンプルに。ほんで他のカードは全部対象取るから、効かねえしみたいな。なんですけど、なんかこういうクシャトリラみたいな魔法タップの無効がなくて、なんか結構パック、相手のなんかでかいモンスターパクれるみたいなテーマだったら割と、まあ、NTR デッキもやれるんじゃないかというふうに思ってます。はい。ちなみに今回のね、このデッキ、あれなんですよね。新制限発表されて、心変わりが3枚になった瞬間に、視聴者の皆さんと作ったデッキなんで、みんなの知恵、まあ、だから2000人くらいの、視聴者の方の知恵が入ってるんで、多分めちゃくちゃ強いです、これ。はい。めちゃくちゃ強いんですけど、今のところ3連敗してます。なんででしょうね。強そうな盤面できてるな。伏せカードなんだろうな。無限紅葉とかですかね。まあ、ちょっと、わかんない。マクロコスモスかもしんないな。ちょっとわかんないんだけど、マクロコスモスか、あれじゃない、クシャトリラ、何アライズハートくんさ、これめんどくさすぎません？あ、そうだ、アムソール使えないよね。そうだよね。うざこれ。あ、アムホ使えないのうざすぎるだろ。とりあえずちょっと強奪して、ちょっとこの最強モンスターパクっていい？宇宙最強モンスターパクるじゃないですか。で、これどうすっから、鬱陶しいのは割とフェンリルか、ちょっといただき出しするか。おい、のび太、遊戯をしようぜ。お前のものは俺のもの、俺のものも俺のものだ。はい、フェンリル君、ちなみに一応効果は発動できますよね。これ精神操作は
確か攻撃できずリリースできないだけで効果は有効になってるとかいう最強の、テキストをしていたと思われるので、まあ、クシャトリラオーガ君と、まあ、あのユニコーンはもう結構どうでもいいわ。はいはい、やべえ、なんかゴミみたいな顔めっちゃ見えない、恥ずかしい恥ずい恥ずかしい、デッキトップゴミカードめっちゃ見えた、恥ずかしい。ユニコーン何抜くんだろう。ああ、なるほど。とりあえずちょっと一回フェンリル君の、フェンリル君は、なんだっけ、除外した効果、はい、やります。フェンリル君の効果、どうしよっかな、除外するカード、バースにしとくか。バース除外した方が多分なんか一番強そう。返しのターンのリソース削るっていう意味でね。で、OK です。はい。で、彼はいいわ。彼は、魔法トラップゾーン全埋めとかされたらやばいな。ちょ、魔法トラップゾーン全部だけマジでやめて。魔法トラップだと使えんかったら俺積むから積むので、はい。でアライズハート、アクセス構造かなんだこれ。アーゼウスじゃないんだ。え、なんかこれアーゼウス抜いた方が良くない？え、これ殴ってアーゼウスしたらだって相手のカード全部なくなるけど大丈夫？でもそんなことしなくても強いか。まあもう一発精神操作打ってもらってエクシステムか。で精神操作します。まあ、クシャトリラオーガ君のコントロールをダッシュしまして、ついに相手のあのモンスターからいただいたモンスターで相手のモンスターの数を上回りました。相手からいただいたカードの数の方が相手のカードよりも多いです。今同じか。これで多いです。もう多いです。はい、あの伏せカード何だったんだろうな、ちょっとわかんねえ。伏せカードわかりません。何かで、相手のパクったモンスターはちなみになんかレベル6またはレベル8として扱いらしいんですよ。はい、相手を吸血して自分の配下に置いてるんで、ヴァンパイアシェルジャンさんの効果を発動するぜ。このカードは一旦に一度オーバーレイトを一つ使うことにより相手のモンスターを、墓地に送るという効果を持っている。まあ、シャングリアの方がうっとうしいか。シャングリアか、これあれだ。え、これさ、パクれるんだっけ。パクれるのは墓地に置くと場合、あ、墓地に置くと場合なんだ。まあ、どっちにしてもなんかアライズハートあんま相性よくねえな。で、さらに、素材が供給されて、まあ、これは何でもいいや。はい、で、まあ、これでバトルフェーズ入りますか。ちょっとワンキル取れなかったんですけど、まあいいや。なんかとりあえず相手の盤面全部勝利したわなんかわかんねえけど相手の盤面全部勝利したわ。はい、で、はい、はいっす。で、メイン2入りましてね。これもしかしてさ、シェリダンアーゼウスにしたら相手手数 2でしょ。これアライズでぶっ飛ばして、アーゼウスでぶっ飛ばしたら、強奪のライフ回復戦で間に合うな。来たな。はい、勝ったな。多分いける、これで。多分相手何もいけないでしょ返さないから。お前から借りパクしたモンスター返さないから。それから1000円払うから許して。使用料1000円払うから許して使用料1000円で許せ。はい、対戦でしたお前のものは俺のもの。心変わりってさ、昔のテキストなんかあれじゃなかった、なんか対象取ってなかったよね。なんか今はさ、もうさ、モンスター一体を対象に取ってみたいなさこと書いてあるんだけどさ、なんか昔の心変わりのテキスト確かさ、なんか相手モンスター一体のコントロールを得て自分のカードのように使うことができるみたいな感じのテキストだったと思うんだけど確か昔の心変わり対象取ってなかった記憶あるんだよな。なんか何そのテキストみたいな書かれ方してた記憶あるんだけど、なんかいつの間にか対象取るかなっちゃってての本当に。ちなみにでも僕あれですけどね、そのね、 NTR で言うと相手、が強奪、なんか相手かと同じですね、小学校時代の時の話なんですけど、相手小学生時代の時の対戦相手の友達が強奪で俺のブルーアイズをパクって。その後なんか自分のデッキに入れて持って帰った後まだ返してもらってないんですよ。なんでほんと返してくださいあの時僕のブルーアイズをパクった N 君、返してください。僕のブルーアイズ、君強奪した
まあまあ一生僕のブルーアイズあれですよね、あの自分のデッキなんか入れて使ってますよね。返してください、本当に。とりあえず使用料は1000円かける、まあ1日1000円でいいから、1日1000円ってことはだからまあ月3万で12ヶ月で、36万円、これが、小学校時代だから多分なんだろうな、30年ぐらいかな、今30年弱なんで、いくらだ、900万ぐらいかブルーアイズの使用料900万円払え。いや普通のデッキだったらこれ超融合一発でドヤ顔できるんだけどね、ちょっと鬱陶しいですねこれ。一応あのアルマ族入れてるんで、ただねそういうかあのそういうねデッキじゃないんだよね、これ超融合打って勝てるデッキじゃなくて、超融合まあ一応打てるんだけど、ここで打ってもモンスターがいなくなったらこっちモンスター一切入ってないんでダメなんですよモンスターミリも入ってないんで、超融合打って勝てるっていうデッキじゃなくて相手の盤面をパクんないといけないんですよね。これどうしよっかな、超融合打ったら多分まあ盤面は消えるけど超解除でモンスターでいくでしょ、で除去されて、でそれを心がけてパクってもワンキルは取れない、で死者蘇生したらワンチャンあるけど結局か、いやまあコンクリクトのディセーブレム全部消すならこれかな。はい、ありがとうございます、あざっす、モンスターの効果使っていただいてあざっすで、コンクリクトはもう怖くない、ディセーブリムも怖くない、これどうすか、死者蘇生するか、蘇生して相手のネオテンパクればいいかな、ネオテンパクります、ちょっといただいていいでしょうか、ネオテンペスさんを、とりあえずそれいただきた、いただき女子したいです。あ、増殖するし、どうぞ。増殖するじゃそんなに触んないです、ちなみに。特殊召喚するモンスターはあんまりいなくて、相手の盤面をパクるっていうだけなんで、まあ、あんま触んないです。たまにザーゼウスとかティフォンとかするんで、まぁ、ちょっとドローさせた時はあるんですけど。はい。で、そうですね、これは、余計なカード使ってもあんまあれなんで、バトルフェーズ入りたいんですけど、なんかあります？超解除打った、バトルフェーズ入れたわ、あれ超解除打てないんだ、なんか超解除打てないんだね、なんか今打ったら一応ネオテン除去できるよね、これでもぶん殴ったらワンチャン勝ちだけど、まあ、超解除があるから無理か、超解除はちなみにでもこれバトルフェーズ入ったらモンスター効果使えないんで、ネオテンくんのあの効果が適用されまして、これあれですよ、あの超会場で出てきたあのラプラシアンって効果発動できないんですけど大丈夫ですか、これ今メインフェーズシーローチでやっとかないとバトルフェーズ入ったらこちらもんだけどアクセスコードとかもいらんで、5545でもだってこれ1番あるね、これ大丈夫、なんかネオテンペスト使いこなしてごめんなネオテン使いこなしてすまん、ああ4-5でぶん殴るけど心変わり、これ いらんくね、これ残機超解除出てくるじゃん、で残機超解除効果っつって、でこれラプラシアンが出てくるわけですよ、でこれラプラシアンとか効果使ったところで結局ネオテンペスがいるんで無理で、はいはいはい、でダイヤの素材になった時の効果も別にダイヤの効果ではなくて、あのラプラシアンのに付与される効果なんで、これも無効ですね実質、はい、でラプラシアンの効果って言うじゃないですか、あ言わないか別に、効果は無効だっていうかどっちでもいいわ、はい、でここ超融合打つじゃん、で、手札1枚切るじゃん、もうこれ心変わりいらなくない3枚解禁されたけど心変わりコストになるだけで草で、アースコルム出してでしょ、で、こんにちはって言って、はい、ここで攻撃続けるけど草お、心変わり使えや、コミックハンド強いんだけど、やっぱちょっとな、なんかあれなんだ、2枚コンボなのがちょっとうざいですね、あのなんか強奪を100枚デッキに入れたら最強だとは思うんですけど、そういうわけにもいかないっていうのもあるのでね、なんでコミックハンドとだからトゥーンキングダム両方とも引かないといけないんですよね、これ結局、まあ、今回引けてるんでまだいいんですけど、これどっちかしか来ないっていうパターンが結構あって、それがまあうざいですね、やっぱ結局後手デッキって1枚1枚の手数がめちゃくちゃ大事なんで、なんかその2枚コンボってあんまやっぱ
あの適してはないんですよ。そこがちょっとあれですね、若干うざいところではあるかな。ワイドベイキングロイヤルいいな。ワイト、これもしかライワイトロードじゃんこれ。これワイトロードだこれやばい、ありえねえ打点のワイト出てくるぞこれ。あれかっこワイトキングが出てくるぞこれ、やばいぞ。うわこれデーモンバイス、うわ出た。一時期あのクソ高騰したと言われているライトロードモリアガロスさんね。これあの対じゃなくてライトロードの効果が発動するとなんかそのぼちくわしドローみたいなことができて、でこれ対地がなさすぎてあまりにもありえない量 のドローができるんですよガロスさん。これマジ強くて、あの一時期ねめちゃくちゃ高騰 しておりました。 OCG の方では一瞬、まあ一時期も一瞬だったような気がするけど、はい。で手札が増えすぎですね、さすがに。これ手札増えすぎ問題発生しますね。あ、パニッシュメントドラゴン来ましたね。やばいかもしれないですね出た最強カード、墓地のホワイトかっこホワイトキングの数だけデッキトップのカードを墓地に送る効果、やばい。9枚のカードが墓地に送られた強すぎるあまりに強い、あまりにも強い。ホワイトロードマジ書いてることやばすぎるからな。そこで手が待つ、やばい。やったー、心がありめっちゃきた、心がありめっちゃきた。クリカラ天童さん、クリカラ天童やっぱかぶったら上から1枚かな、クリカラ1枚かもしんねえな。ちょっとかぶった時の弱さ半端じゃないから。いやーでもこのクリカラ天童ワンチャンあるかな。心がり転がれていてクリカラ天童パワーみたいなパターン結構ありえそうだな。インフェクションバールゼブルさんの効果が相手の草木を確認したうちの1枚墓地を送る、まあいいでしょう、はい、それはまあいいでしょう。52どうぞ。ライトロードサモナルミナスの効果、なるほど。この中でこっからあれかルミナスループかなんかすんのか。インフェクションバールゼブル入ってるの珍しいけどね。はい、ハガクレミノはだ誰君は何をし、ユーは何をし日本へ。ハガクレミノは一体全体何をしに来たんだマジで。なんかリンク先にモンスターがいると攻撃対象に選択できない、リンク先のモンスターが選択効果を出せたら昆虫族を特殊召喚。わかんねえなマジで。これコードブレイカーウィルスソードマン、はあ、なるほど。ああ、そういうことか、リンク先にモンスターらしいのか。え、何これ、え、もしかしてこれあれか、コントロール入れ替え戦法みたいなことしてくるやつ。これインフェクションバールゼブルって相手のフィールド上のモンスターの打点分、打点の半分のダメージ与えるっていう、まあそういう効果あるんですけど、打点高いモンスターが、これだからワイトキングってこと？ちょっとわかんない。え、これ何、どういうこと？ちょ、マジでわかんない。何置き？セレーネ効果で、掃除後の魔術師誰？一旦に一度、このカード以外の自分のフィールドのモンスター相手対象取って、テキスト読んでるね、今テキスト読んでるね。このカードの攻撃力は短縮しますので、そのモンスターと同じになる。あー、なるほど、打点をコピーってことか。はい、でワイトロードの効果によってワイトキングが爆誕する。18000、あ、やばい、え俺死ぬの、これ俺死ぬの、はあ、どういうこと？